宿根木、小木海岸小木海岸の主要スポット港。小木港1、矢島、京島2、青の洞窟、竜王道3、宿根木4、沢崎美東大小木海岸は、新潟県佐渡市の南西部に位置する海岸継承地。佐渡小木海岸として、国の天然記念物を及び名称に指定されている。海岸線の長さは、約8キロメートルで、玄武岩。 ソメンからなる海色がけが連続し、岩礁が非常に多く、変化に富んだ景観が連続する。後実する、ライブ船の発祥としても知られる。2007年、日本の地質百選に選定された。古木海岸の一番の見どころとしては、断崖絶壁とそそり立つ木岩の対比が見事な南線橋が挙げられる。南線橋を構成する黒褐色のソメンは、周辺の緑、 海の青にも生え、数多くの文人を魅了してきた。中でも、良さの鉄管はこの景観を称えた詩を残している。他の見どころとしては、老い松が生い茂る岩礁とそれにかかる深紅の太鼓橋とのコントラストが見事な矢島京島、工房大師が記号を振るったとも称される祈願、左八文字、自然の道門である、琴浦洞窟。 世界でも珍しい枕状溶岩台地の沢崎などがある。また、船大工たちの拠点であった宿根木の集落もこの小木海岸にある。竜王堂は青の洞窟とも呼ばれ、2020年のじゃらん、まるで海外絶景ランキングにおいて国内2位の評価を得ている。たらいネこの小木海岸はたらい船の発祥地としても有名である。 このたらい船は明治初期に味噌損を半分に切り改造したものである。一体は岩礁、浅瀬が多いため、普通の船では量もままならなく、そのため小回りが効いて、船底も浅いたらい船は近海の量に最適であった。今日でもこのたらい船を用いて、ワカメやサザエ、アワビなどを採取する磯ネギ漁が行われており、脈々と技術が受け継がれている。 また、このたらい船は観光資源としても活用されており、たらい船体験は観光客に人気がある。ありがとうございます。